230。これそもそも何やったん、何の230？ブレード、ブレード。あ、ブレード。でこれテール側のモーターやからね。あ、そうなん、うん、壊れへんね、まったり感じるわ。ピルピル言うてるわ。ピルピルピルちゃん飛ばしてピルピル削ってんのか。これ何セル？これ800の3セル。800で飛行機に使えるのか。あ、3セルちゃうな。めっちゃまったりしてるね、これ。これ、あの、あれ。あの、黒と赤のやつあって、名前忘れたわ。いや。あれ、ワルケラの。あ、そう、マスター CP ぐらいのパワーかな。うんうん。マスター CP よりは、こうキビキビキビ動いてる感じやけどな、マスター CP より。あれはな、いや、キレは一緒ぐらいだよ。そうな、ピルエット、ピルエットしたらどっか飛んでけへん、こいつ。これはだからだよ。いいけど怒ってはるわ。ピル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 ってね。でもテールモーターのやつでだんだんこんな動きもちゃんとできるようになってきたいうことは、やっぱりジャイロが良くなってきたんかい。ちょっと問題はちょっと風が強いとテールがね、回らなかってしばらく経ってからもうすごい回転数でもあったりとか。なんじゃそれ。プログラムの問題ちゃうかな。気づいてるもんね。でも練習もいいっすよ。4分半とかだったね。もうおっちゃんね、最近ね、4分もヘリコプター飛ばしたらね、しんどいね。これまったりしてるからいけるで。今日、計の110しか持ってきてんのに、こんだけ風吹いとったらしんどい。先月120に1個だからね。え、122機おっちゃん、おっちゃん、あれ何機買うてまんの、ほんで合計。いや、ブレードだから130、110やで、120も2機買うてん。120やっぱりええわ。120やろ、うん、それはええやろけどさ。もう、今までもう10機ぐらい買うてんじゃん。うん。ほんまに。で、これ230か、今日頼むやろ。だから、うん。あ、これブレードも2機あるしね。あれじゃブレードジャイロおかしいから。130ね。予備部品でね、ここが割れやすいから、こいつはヘッド割っといた方がいい。これどこで海外で頼むの？フライトデザインで売ってるよ。フライトデザインとか。フライトデザイン。いや、あの機体はあのメインホビー、メイン、メインで。ああ。これでも売ってるよ。エアクラフト。エアクラフトでも売ってる。うん、あ、でもこうやって見たら、あ、そうか、T レーの250と同じようなサイズやな。やこっちの方が大きいんちゃうか。ガウイこれやもんね。ガウイが、ガウイよりも一回りでかいから。うん、一回り。あ、ローター、あ、ローター一緒やな。ほら。うん。ちょっと幅広か。うん、幅広。これオプションやからね。純正はこれぐらいの幅やから。なんでまた最近こんな中途半端なサイズばっかりになってきてるの？大きいの怖いから。大きいの怖い。あれ110とか120でええやん、もう。でもね、今受信機乗せ替えてんの。これ。フォルザ。フォルザ。もう、先のないフォルザ。もうてか受信機今全部オークションで売りまくってんの。JR 用の。